そうそう、タロットカードを置いて、横縞のものを防ぐっていう方法はね、占い師しか使ったらあかんはずやね。忘れてた。ずっと、それを言うの忘れていました。ね。だから、どういうことかっていうのね。じゃあ、ある事象はね、ああ、これはタロットカードのあれに該当するものだな、と。瞬時にパーンと、分類できる人じゃないと、っていう意味で。職業占い師じゃなくてもな。ああ、今起きてる、目の前のあれはタロットカードで言えばあれだねって、瞬時にパーンって見抜ける人は、そうやって裁けれる。はけるってことで。いろんな不快な事象をね、例えば超安全運転、爆音族みたいな不快な連中をパーンとはけることができるんですよ。あれに該当するわって。これ戦車の逆位置っていうよりは、まあ、悪魔札の正位置よね、みたいなね。あの類型かって。じゃあ、悪魔札の正位置ってあれか、まるでグリフォンみたいに、レールから離れないんだねって。うん、それが悪魔に鎖で繋がれた人。っていう意味でもあんね。こんな風にパパパッと、実際にあることを梅花新薬みたいにパパパッと分析できなかった。もちろん梅花新薬できる人も同じようなことが可能やけどね。まあその時はまあ、易経のね、教科書を持ってたらいいだけで別に。まあ梅花新薬カードっていう、なんか使いにくそうなものもあるけど、易経カードっていうちょっと使いにくそうなものもあるんですけど、まあでもそれ入門用だからね。それやったらそういう梅花新薬じゃないわ、梅花新薬カード、要するに易経、駅教室の教科書みたいな本ですけどね。教科書いうか、占い書、しかも、まあ、魔術書ですよ。はっきり言ったらね。それをゲームにしたものが、じゃあ、麻雀じゃないのかな。タロットカードをゲームにしたのが、いわゆるトランプって言われる、プレイングカードゲームやけど、あれなんでトランプって言ったら、それは大富豪のことをキングオブトランプって言うんちゃうの。で、プレイングカードゲームのことをトランプって日本では言うようになって、日本だけの言い方やねんって。で、同じように、易経の八卦占いと言われる、ざっくり言われる易経はゲームになったんが麻雀とちゃうんかな。うちようやらんけどね、一応麻雀カードは カードで買ってみた。 何入門用やろ、カード プレイングカードな、入門用じゃないですか。それに過ぎないけど、だからそのタロット札分からんのに余計に置いたかんで、そっから、その意味を知らなければならない人生が始まるんで。それ契約やからな。魔術契約やからな。なんか防ぎたくて、用も知らんも置くなよ。うちちゃんと分かってるものを置いてるからな。だから全然たたられてへんねんで。知りもせんと、これが防ぐらしいって書き集めたんちゃうからな。そんなんは、ヨハネ黙示録のかわいそうなバージョンの女みたいに、一生懸命防ごうと思って集めたのに、どれ一つその意味を知らなくて。で、それらが要求するやんか。さあ、これは魔術契約だ。この意味を知らなければ、この書物の意味を知らなければならないって。始まるやん。じゃあ、書き集めてたら、全部同時に始まるやん。で、破滅すんねん。実は。魔術書を集めすぎたら破滅するっていうのもね、知りもせんと集めるから、一気で起動しちゃうね。さあ、意味を教えてやろうって。魔術師の先生が本からドロンと現れると想像してください。そんな風に想像してください。じゃあ、魔術師を書き集めたら、急に。全部の先生が、そう、1時間目だって。同時に、そう、1時間目だって。 死ぬやろ、そんな話だったら。それが夜間の黙示録で笑われてる、書き集めた女がって。あのシーンよね。うち分かって置いてるから大丈夫やって。 でもこれは、それまでは破滅したんよな。覚えてへんわ。夢中になって集めて、自我が夢中になって集めたから、その自我がもう 破滅したか、もう逃げたんですよ。 逃げ散ったんでしょ。 うちの元にはもう戻ってこないから、思い出されへんの、そういう場合。どんな破滅やったかって。 まあ、肉体に、憑依してはならないって、その旧約聖書にも書いてあるでしょ。女をめとってはならないと精霊たちにアドナイが警告したって、そのシーンやんか。 その警告を無視したことがもたらしたエトセトラやで。こういう破滅的なことも、というかヨハネ黙示録が警告してんのも、そのアドナイの警告の結果こんな風になっちゃったっていうのを、非常に絵画的に書いてあるんだ、いわばね。